生です。さあ午後になりまして A 級チャレンジ決勝のスタート。さあまずは3番佐々木和樹が前取りに出てました。1番の米島圭介、2番手2番大畑幸が3番手、5番の橋本裕二、そしてそこから距離あって6番の梶原大地、4番の岡田光太と続き最後尾7番亀井正人の序盤戦です。3番佐々木前取りへと出ました。柔軟性そして対応力は大きな魅力。この後ろ回れるならばで連携か佐々木マーク、今日は番手戦5番橋本裕二、3番5番両者2者で前段です。1番の米島圭介3番手、4番の岡田上がってきまして岡山同県連携が3、4番手、2番の大畑、7番の亀井は関東勢5、6番手、最後尾は短期6番ルーキー梶原大地で一本棒です。さあ2周回目1コーナー回ります。1番の米島は初手3番手です。今節レースの主導権こそ握っていませんが着実に連勝を伸ばしております。準決同様の好連携見せるか4番の岡田が追走です。2番の大畑は初手5番手、2日間仕掛けどころを逃していません、連勝です。7番の亀井準決勝まさにしのいだレースでありました、連日の連携。そして6番ルーキー梶原、本格デビュー2戦目で初優出。さあ短期臆せず一発狙っていきたいところです。さあ4コーナー回っていくところで5、6番手関東ラインが上がります。2番の大畑がスーッと亀井を連れて位置を上げていく。3番の佐々木はどう出るか、関東勢出しまして3番手、ただ1番の米島上がってきます。さあ3番佐々木外へ振って牽制見せますが中断。さあ3番の佐々木かぶる展開嫌ったか踏んでいったんですが5番の橋本連結が外れて1番の米島番手にはまります。さあ2番の大畑は現在3番手あたり、さあ5番の橋本追い上げて1番の米島がどうでしょうか、焼きにくい展開だ。内々上がって4番の岡田は1番米島と連結戻して向かいます。さあここを6番の梶原大地がホームドンと短期でかまして出ます。さあ最終周回の1センター後続をちぎっていく6番の梶原、3番の佐々木は大きく前と距離あっての2番手、1番の米島3番手から仕掛けるも4番の岡田は連結外れています。そして後方には大畑亀井の関東勢、ここは厳しい展開だ。2センターから4コーナー後続をぶっちぎりだ。6番の梶原大地初優勝、初優勝であります。2着は1番の米島、3着争いは2番7番3番あたりで接戦となったか。第7レース A 級チャレンジ決勝戦、3番の佐々木、1番の米島、そして連結戻そうと橋本岡田が動いていってという展開。この緩んだ流れを思い切っていきました6番の梶原大地、ドーンとかまして押し切って初優勝のゴールであります。2着は1番の米島圭介、そして3着争いでありますが並んだゴール体制、3番の佐々木和樹が3着体制優勢か、外には7番の亀井、さらには最外2番の大畑、3着争いは3番車7番車2番車の接戦です。決定までしばらくお待ちください。最終第7レース A 級チャレンジレース決勝でした。